クラゲムシは、ユークシ動物に属する動物であるが、クラゲ状ではなく、這い回る扁平な動物である。クラゲムシは、ユークシ動物もに有色質なくしひら虫目、クラゲムシかクラゲムシ属コラプラナの動物の、総称であり、また、その一種である、シーバッケコマイの和名でもある。極めて扁平な動物で、ヒラムシよりさらに平たく、その体は軟弱で脆そうに感じられる。 よく伸びたものは丸みを帯びた長方形に近い不定形。外見的には前後左右のような方向は明らかではない。やや中央がくびれるように見える。その両側の中央背面からそれぞれ一本ずつの触手が出る。触手は触手将内に完全に収めることができ、刺激を受けた時には外部からは全く見えなくなる。 そっと放置しておくと、次第に触手を伸ばし始め、始めは白い房のような形で出るが、さらに伸びると、体長の数倍の細長い糸状の触手に、その側面から短い横へが出た片端型であることが、確認できる。有句種動物の大半は、いわゆるクラゲのような、傘型ではないが、透明な寒天室の体を持ち、水中を漂って暮らしている。しかし、 クラゲムシはごく扁平な体で岩や他の動物の体表に付着し、張って移動して生活する。その外見はむしろヒラムシに近い。構造的には風船クラゲのようなものが仮面の口を大きく広げて張り付き、対軸方向に極端に扁平になったと考えればいい。近縁のクシヒラムシではクシ板が見られるが、クラゲムシでは一切見られない。 一体の細長い片刃型の触手を持ち、これは、クシクラゲ類共通の特徴である。また、死後水管が網目状に分子を出し、全身に広がる。多物に付着して、触手を伸ばしているのが、よく観察される。種によって、海と坂や、ガンガゼなどに転んで付着している。本体が透明なので、触手を伸ばしていない状態の彼らを目視で見つけるのは、難しい。 種としてのクラゲムシは海と坂について見つかる。ベニクラゲムシシウィラヤアボットは岩の表面に張り付いて発見され、その色が赤みを帯びているので見つけやすい。その姿は一見ヒラムシに似るが、運動ははるかに遅い。ありがとうございます。